ロングホールですね。アマチュアゴルファーの方だったらコンペとかに参加した時にドラコンとかやるじゃないですか。なのでこのホールはあえて一発飛ばすための方法についてアドバイスをしていきます。ティーアップをいつもより1センチほど高くしていきます。そしてボールを気持ち左側に置きます。いつもよりボール1個か半分ぐらいいかないぐらいですね。スタンスもいつもよりさらにちょっと広げていきます。スイングはしっかりこの体が突っ込んだり流れたりしないように足で蹴り返した瞬間にクラブヘッドをビュッと走らせて振っていくという意識でやっていきます。思いっきり振るので真ん中狙っていきます。といって思いっきり振った時って今みたいにフィニッシュ崩れて全然いいんですよね。 OK です。